ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、決して私は生きづらいと思ってる人間じゃないんですけど、はい、やっぱりなんかね定期的にこの波が、うん、波があり、うん、で最近よくこの MBTI とか、うんうんうん、マッカージー博士16タイプの性格みたいなのをやっていて、うん、なんか S と N、うんうん、要は現実的な物事にっていうのと、はい、未来とか可能性とか、うんうんうん、なんか内面のとか、はいはい、ちょっとなんて言うんでしょう、見えない部分というか、うんうん、にも触れようとする N というか、うんうん、っていうのを見ていると、うん、このこういうあのバイオリズムって、うんうんうん、それに深く影響されるのって N 的な部分なのかなって。あ、そうかもしれないですね。っていうと俺は N かって、 N っぽいところもあると思いますよってちょっと思ったりするんですよね。で、まあ、それで言うと僕も両方、でも体調って結構なんか安定してませんか。安定してますけど、はい、なのでこう普段の生活とか実際の社会、はい、行動とかは多分 S っぽいんですよ、はい、だけどこうなんか考え方とかってそっち側に行くと N っぽいんですよ。だから診断すると INFP になるけど、はい、説明でしっくりくるのは ISFP みたいな。 INFP のダイナミクスと発達上の課題っていうところで、うん、INFP っていうのは実際的洞察的に受け入れながら価値を高めるタイプとあって、うん、その主機能の感情機能を使って、うん、自分の内面の世界に接し思いや価値観にのっとった情報を考え、うん、評価検討するっていうのを読んだときに、うん、あ、そっかこれは、うん、なんか俺っぽいぞと思ったんですね。はい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 、その感情を外で使ってるんじゃなくて、うち、んうん、に使ってる、うちに使ってる、うんうんうん、でなんか一生懸命僕が生きづらいっていうのは嘘だねって言ってるのも、うん、怪しいぞとこれは、うんうん、僕はこの生きづらいと思ってるかもしれない、うんうんうん、まあ、確かにこの今読んでるのは ISFP と INFP の説明なんですね、うん、はいはいはい、うん、内面を感情で見てる、うん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 、なんか接して触れたものをなんか味わうみたいな、うん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 、これやってると確かにこの体調ダメですよ、生きづらいを否定しちゃう生きづらい否定はしてないですね。否定はしてないですよ、僕は思わないってだけです。思わないって話ですね、うん、であとこの補助機能を外界で用いて制約に縛られずさらなる事実、うん、考えを取り入れることによって、うん、内界とのバランスを取ってる、うんうん、この INFP の方々は、うん、なんか分かりますよ、すごく僕も分かります。あ、そう、今日は実はそう体調のタイプをやってます、はいはい、あのカーシー博士をやった時に、うんうん、INFP になったんですよね。なりました、はい、うん、なので今日は体調に向けてこのコミュニケーションのヒントが聞いてますか、うん、あとはこの、うん、このチャンネルでは、うん、INFP の動画がとてもよく見られる、よく見られていて、うん、中には、うん、その INFP はいろんなところで、うん、そのまあ、こんなタイプだからか、うん、生きづらいなんて表現されてるんですよね、うん、なのでこの体調を見て、うん、とてもなんか心強いみたいなコメントをいただいたこともあるんですよ、うんうん、ありますね、あの、うん、同じタイプで、そう、同じタイプなのに、うん、体調みたいな人がいると、うん、なんかその救われますみたいな、うんうん、でなんか体調はなんか ISFP 見るとしっくりくるんだよねって、まあ、この説明は多分どっちもしっくりくるんですよ、そこそこ。あ、そっか、 ISFP と INFP ですからね、うん、はい、うんうんうん、であとはこの列島機能は思考機能で、この機能を発達させることにより個人の事情や気持ちと論理的帰結とのバランスが取れた判断を下すようになるということが書いてありまして、うんうん、まあ、ピントはきますよね。ピントはきます、はい、確かにこの人生って思った通りに本当にいかないんですよね、うんはい、まあまあいきますけどねなるほど。で、僕昨日思ったんですよ。なかったんですか。 Facebook に4年前投稿したのが、はい、Facebook で出るじゃないですか、4年前の投稿が。たまにね、たまに思い出みたいな、はい、そう出ますね、はい、4年前の今日こんなこと投稿してますみたいなのが出るじゃないですか。そうですね、はいはいはい、出た時にこうなんかこうまるで今のことを予想してるかのような投稿をしていた。どんなこと書いてたんですか。あ、その時には、はい、多分4年前にルームメイトができてたんですよ。はいはいはい、はい、作った昔のルームメイトを4年前に作ってて、動画初期の時の、あ、そう、 あっちの、はい、はい、
あっちに撮ってでそれがこう4年経ってこうなったみたいな、はい、で次はどうなるんだろうって投稿に30坪欲しいとか移転したい的なことが書いて、はいはい、っていうのが書いてあって、なるほど、あもうちょうど30坪のとこ来てるじゃんとか思って、はいはい、これ50坪って言っとけばよかったかなとか、なるほど、はい、やっぱね、あの言霊、はい、マーフィー、うん、引き寄せ、引き寄せ、いろんな言い方はありますが、うんうん、言っとくもんだなと思います。言っとくもんですよ、はいうんはい、エフィカシーの外でいいんですよ、はい、あうん、エフィカシーあの意識のあコンフォートゾーンの外ですね、うんはい、であとはそうかで今の聞いて、うん、僕今ちょっとその初めにテンション低いって言ったんですけど、うんうんうんちょっとね人と喋ってるとね、うんうん、上がってくるやっぱなんかあの、はいはい、キャッシュなもので、うんうん、人ってあでも分かりますというか、はい、二戸へのテンションの低さが朝より、はい、上がってるなみたいな。そうなんですね、これは現金なものでうん、うん、僕はやっぱり外交なんですかね、そうやってするとそうかもしれない。あとなんかこうやってコメントをいただいたりすると、うん、あ、相槌さんごきげんよう、ごきげんよう、こうたさんごきげんよう、FK さんごきげんようというところで、この INFP は、うん、そのコミュニケーションで重視していることは、うん、静かに落ち着いていて耳を傾け相手の欲求を知ろうと努める方々、うん、自分のやりたいことやっていいんですよ、うん、優しく思いやりを持ち、うん、自分の周りの人やものを大事にする姿勢を示すと、うんうんうん、あとは人の問題解決を援助するために相手を気遣いながらその場で対応する、うん、自分のことやっていいんですよまあでもすごくわかる気がします、僕。なるほど、うん、確かにまあ、うん、このライブも僕がやりたいって言ったのに、うん、しぶしぶ付き合ってる感じですもんね。しぶしぶではないですけどね、はい、うん、でも明らかに前のめりなのは多分僕、そのまあ要はなんだろう、そういうのが好きっていうのがあるんですよ、多分。自分で一人で何かをポンってやっていくのも、はい、まあ悪くはないけど、はい、そうやって人のサポート、人がやりたい、うん、人がやりたいって言ってるのでそこにこう入っていきながらやっていったりするのも好きだったりするので、いやいやこう付き合わされてるとかではない。なるほど、うん、あとは常識を用いて現実的実際的に対応する、うん、相手の特徴を決めつけず個性に目を向けてありのままを受け入れる、うん、その辺はなんかすごくしっくりきます、はい、うん、っていうやっぱりこのなんて言うんでしょう、この今の、うん、この風潮って、うん、なんか騙し合い、いかに人から搾取するかみたいなで成功して上に立った人がより多く思っていくみたいな、うんうん、世の中だと確かにこの INFP で、うん、いろんなところで生きづらいって書かれるのは、うん、今の文面読んだだけでも、うん、そうだねと思うんですね、うん、分かるよって、うんうんうん、だって人のニーズに応えてんだもん、うん、でありのままを受け入れてんだもん。で、うん、ありのままを受け入れるときに、うん、こいつ騙してやろうって来る人もいるわけじゃないですか、はいはいはい、それもありのままに受け入れてたら、うん、そりゃ身が持たんよねと。いいんですよ騙されても今ズキューンってきましたみたいな感覚があります。なるほど、うん、まあ、だってしょうがない、しょうがない。あ、僕の場合は多分、はい、生きづらいって悩む人は多分そうやって悩むんですよ。はい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 。だけど、まあ、僕はもう騙されたら騙されたらもう忘れる、もう終わったこと。僕はね忘れられないんですよね、うん、そうなると、うん、その恨み腹さで置くべきかが出てくるんですよね、はいはい、あ、まあ、その気持ちは分かったりはしますけどね。あ、うん、でね、また気持ちを拾うんですよねこっちの、うんうん、はい、それはね INFP がその、うん、生きづらいっていうのはね、うん、とても分かりますと、うん、でこの IN ごめんなさいね今ね、はい、衝撃の事実、はい、ISFP を読んでたそれでしっくりくる部分もある申し訳ございません、体調申し訳ございません、はい、INFP の方々申し訳ございません、はい、ISFP へ行きます。こういうポカを今気づいていい方ですこれ、うんうん、はい、すみません、最後じゃなくて、はい、タイトル変えなきゃいけない。そうですね、 INFP の、はい、の方々が、うん、コミュニケーションをする上で、うんうん、重視すること、うん、優しさ、理解、うん、励まし、援助、うんうん、人、考え、さまざまな可能性に意識を向ける、うん、これでも同じようなこと言ってますよね。そうですね、はい、柔軟、気さく、うん、その場に合った方法で創造的に問題解決を図る、うん、思いやりを持って対立を調停し調和を持続させる、うん、自分に素直であろうとし
個人的な価値観や優先順位に基づいて取るべき行動を選択する、うん、エニアのタイプ9ですね、うん、という方々で、この方々の第一印象は静か落ち着いていて、うん、相手の心配ごとに援助的に耳を傾けようとする、うんうんうん、相手の状況や意見を理解しようと細心の注意を払う。でもさっきとほぼ同じじゃないですか、まあ、内向感情だから、ね、どっちのタイプも、はい、うん、で、おおらかな視野を持ち、変化がその場にいる人たちにメリットをもたらすと考える、うん、個性に目を向け受け入れようとする、うん、確かに、うん、で、この方々が、うん、自己表現の仕方、うん、そのINFP の自己表現の仕方、うん、この INFP、うん、洞察的なエンハンサーと書いてあります、うん、受け入れながら価値を高める人、うん、配慮し関係を作っていく人、うん、どうしてもこの配慮があるんですね、この方々には、うん、なので、そのコミュニケーションを個別に特徴あるものとして考える、うんうん、個人やそれぞれの状況に合うやり取りの仕方を工夫する、うん、合わせてるんですね、うん、自分の気持ちや価値観を表現するときには控えめな態度で人や場所を選んで行う、うんうん、広範囲の気さくな付き合いのネットワークを持っていることが少ない、それぞれの人間関係に意味を求める、まあ、うん、深い関係がっていうことなんですかね、まあ、そうじゃないですか、広く浅くというよりは、はい、うん、で、自分の深いところにある価値観や気持ちを少数の人と共有する、うんうん、自分の理想や高い期待に合っていないときには自己批判しやすい、うんうん、ここですね、うん、生きづらい、自分の理想や高い期待に沿っていないときっていうのは自己を批判しやすい方々なので、やっぱりこの夢を持てとか言われるじゃないですか、うん、夢を目標を持てとか、逆に持ってるんじゃないですか、言われて持つっていうよりは、もともと持ってて、もともと持ってて、それが達成できないって苦しんでる、はい、もっといけるはず、俺はもっとできるはず、はいはいはい、てかもっとっていう理想がある、今のままじゃダメだみたいな。なるほど、僕はなんかその現代社会が、うん、まあ、YouTube つけると、うんうん、なんかやそういうのをやった方がいいんだよっていう行為にあふれていて、うんうん、持たされた時に、うん、なんかガクッとくるのかなと思ったんですね。持たされてなくても持ってんじゃないですかね。なるほど、うんうん、それなんかそういうのあります、今の読んで、うんうん、自己を批判したりします、この4年前も持ったわけじゃないですか、うん、持ったわけですよ、何十坪に、はいはいはい、でもその時いる時は、うん、そうじゃないわけじゃないですか、はいはいはい、でその何十坪になりたい、こうなりたい、うん、こうなりたい、うんうん、っていうのが、うん、叶うかどうかなんて分かんないんですよ、うんうん、日々家賃を払わなきゃいけないんですよ、はい、要はこう自分がこうしたいって思いがあるわけじゃないですか、はい、ありますよ、それって持たされてる感はないんですよ、目的には、はい、で、こうこうするべきだって言われると、はい、逆にこうなんでって反応するタイプじゃないですか、夢を持つべきだって言われると、ああ そうですね、そんなのは俺が決めるってなるタイプなんで、はいはいはい、多分自分で持ってるんじゃないかなと思うんですよね、 INFP、まあ、自分で高い理想を持ってるんじゃないかなっていう、私はこの辺に関しては、うんうん、みんなあるよねって思ってる派なので、はいはいはい、なんかよくやりたいことがないっていう人たちに対して逆に、うん、嘘つけってなってしまう方なので、うんうん、まあ、そうなんですけど、その、まあ、高い理想があって、はい、それが達成できなくて苦しむのがこう INFP みたいな感じじゃないですか、はい、うん、それは僕苦しまないんでダメならダメ、また次目指せばいいだけの話っていうのが多分 S っぽいのかなって自分で思ってたりはするんですよ。なるほど、うん、